秋田市長の穂積でございます。今日は秋田の竿燈、この舞台の前では2本でありますけれども、本パレードでは17本出館させていただきます。私からは昨年の7月秋田市大雨によって大きな被害が出ました。その時に東北は一つということで6000人も超えるボランティアの皆さんに来ていただき、災害ごみの処理あるいは被災証明の発行等々のお手伝いをいただきました。この場を借りて厚く御礼を申し上げます。ありがとうございました。竿燈祭りについては観光レディーの方から皆様に紹介をさせていただきます。では観光レディーの皆さん、お願いします。秋田竿燈祭りは東北6祭りの一つで、毎年8月3日から6日までの4日間秋田市で開催されます。8月のお祭り本番では280本もの竿燈が大通りを埋め尽くします。竿燈の提灯にろうそくの明かりが一斉に灯ると、まるで天の川が地上に舞い降りたかのような幻想的な美しさに包まれます。本日はえりすぐりの名人たちが最高の演技を披露いたします。それでは竿燈会の皆さん、よろしくお願いいたします。では竿燈囃子、流し囃子からお聞きください。どっこいしょ。
いしょーどっこ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 いしょーありがとうございました。
ろ風が強くてね、竹の数少なかったんですが、本番では7本ぐらいまで竹を足していきます。重さが50キロから60キロになっております。皆さん関東の演技いかがだったでしょうか。ありがとうございました。8月の3日から6日まで秋田で、関東祭りが開催されます。皆さんのお越しを心からお待ちしております。どうもありがとうございました。それではメンバー成立、一度ね、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ハラハラは一番でしたね。あの関東始まるとすげえ風入ってますね。なんか試練を与えようとしてるような、太鼓の皆さんもずっとジャンジャラやってるからすごいよね。ジャンジャラでいいのかな太鼓ね。いや7本いっちゃうんですかパレード。大丈夫かな、あれ、ね、風が止みますように。いかれてやべえっすね。風やみやますようだねこれね。はい、祈っていただいてね。